お父さん、お母さん、29年間大切に育ててくれてありがとう。手紙を書くのはすごく照れくさくて緊張するけど聞いてください。お父さんは私が小さい頃から働き者で家族のために休みもないぐらい仕事をしてくれていたね。2年前の夏、お父さんが夜急に脳梗塞になってしまい、目が見えにくくなってしまいました。仕事の疲れやストレスで無理をしすぎていたのかもしれないね。その時すぐに救急車を呼んで、お母さんと私は付き添い、弟は家で待機して、お兄ちゃんは病院まで急いで来てくれました。その時私はすごく家族の団結力と絆を感じました。視力は戻らなかったけど、神様が私の花嫁姿を見れるように少しだけど視力を残してくれたんだなと思っています。お父さんに花嫁姿を見せることができて私は幸せです。これからも家族がお父さんの目になるから自信を持ってお母さんを支えてあげてください。 Something you gave me I focus on100 moments ready sewn into my memory, but you still come loose though. The time it grows, I know you'd like to take it slow, but I got to know.That's why you got to come here alone. っていうのは非常に責任感を持って、そして、私が思うとするところをしっかりと組んで、業務に当たってもらっていることかなと思います。私はこのように偉そうにここでお話しさせていただいておりますが、実は西オリエンタールは中途採用でして、社歴の上では翼くんの方が上司に当たるわけで、先輩いつもすいません、生意気なことばかり。まあ、またしばらくはね、一緒に仕事をすると思いますので、言うことを聞いてください。感謝の気持ちを常に忘れずに結婚生活を送っていっていってほしいなと思います。そして時にはしっかりと言葉に出してお互いの気持ちを伝え合っていってほしいなと思います。そしてまた生まれ変わってもお互いにまた結婚したいなと思える夫婦生活を、送っていっていただきたいなと思います。彼女に対しては仕事っぷりっていうよりはやっぱり人柄っていうのが僕はすごい気に入ってまして、飲み会に行ったとしてもですね、本当に私たちをすごく盛り上げてくれて、もう彼女の盛り上げ方っていうのは本当にすごくて、隣の席のお客さんまでみんなで一緒に盛り上がっちゃうっていう、あやさんがいてからこそのやっぱりそういうことで、最終的にはそのお客さんっていうのを
私たち の患者さんになっちゃうっていうね、まあ、それは彼女のすごい持ち味であって、本当に私どもはまとって医療法人としてはかなり発展した、一つの要因かなと思っています。ありがとうございました。彼の仕事ぶりはですね、大変真面目で何事にも真剣に取り組む、そんな印象を私は思ってます。そんな杉田君ですから、きっと2人で幸せな家庭を築いてくれるのかなと大変期待しております。乾杯。すごいですね、それ。すごいですよね。
全然なんかボロって取れそうだけど大丈夫なんですか？全然取れない。あ、そうなんだ、すごいですね。指入ってる。全然入ってる。一応練習なんか美容師さんの指輪買って練習した。あ、はい、そうですね。それじゃあ、その指こうやって見せてもらっていいですか？カメラの前でニコッとね、ちょっとこう写真でもらいたいので。あ、こういう感じですか？そう、そういう感じ。 もっと近づけます。あ、限界だ、限界だ、きつい。はい、ありがとうございます。はい、つきそうです。見慣れた景色。何回来たの？じゃあ、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、ありがとうございます。お母さんは荻野家の太陽です。温かくて優しく、一番に家族のことを考えてくれていて、本当に尊敬しています。高校生から28歳まで毎日お弁当を作ってくれていましたね。その時は当たり前だと思っていたけれど、大変で愛情がないとできないことだと思います。本当にありがとう。少し頑張りすぎて無理をしすぎるところがあるので、もっとお父さんや私たちに頼ってください。高校生の頃、うちは普通でつまらないなとよく言っていましたが、大人になってから普通が一番大変で幸せなことなんだと気づきました。おばくんと二人でお父さんとお母さんのような普通だけど温かくて笑顔いっぱいの家庭を目標に力を合わせて頑張っていきます。おばくんのお父さん、お母さん、初めてお会いした時から温かく迎えてくださりありがとうございます。まだまだ未熟な私ですが、これからもよろしくお願いいたします。甘えん坊で迷惑ばかりかけてしまっている娘ですが、これから少しずつ恩返ししていきたいので、いつまでも元気にいてください。二人の娘でよかったです。本当にありがとう。あやより。まっちゃん、あやへ。私たちが出会ったのは高校1年生で、同じクラスになって近くの席に座ったのが最初だったね。すぐに意気投合し、その時から今まで毎日欠かさず15年間連絡を取り合っていて、自分でもびっくりだし、すごいことだなって思うよ。いつも明るく笑顔で楽しい雰囲気にしてくれるあや、
それだけに弱音を吐かず頑張りすぎてしまうことがあることを私は知っているよ。ばっちゃん、あやが頑張りすぎているときは気づいてあげて、より全力で支えてあげてください。そんな優しい2人でより明るく楽しい家庭を築いて、周りをハッピーにしてください。2人の幸せを心から願い、私のお祝いの言葉に変えさせていただきます。翼はまだまだ未熟者でございます。これも私どもの教育やしつけが不十分であったからです。しかし翼はあやさんのような素晴らしい女性と巡り合い、結婚することができました。二人で幸せな家庭を築き、立派な社会人に成長してほしいと存ぜるところでございます。これからも末永いご支援、ご指導のほど心からお願いする次第でございます。本日は誠にありがとうございました。大変お忙しい中、私たちの結婚披露宴にご出席いただきまして誠にありがとうございます。皆様のおかげでこのような素晴らしい披露宴を行うことができました。また多くの方から心のこもったお祝いの言葉や激励の言葉をいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。また今日まで私たちのわがままを心よく聞いてくださったプランナーの高橋さん、司会の奥山さん、ご協力していただいたスタッフの皆様、本当にありがとうございました。そして今日この日に親善式披露宴ができたのはこの2人がいたからです。私の弟の優、そして奥さんの美希ちゃん、2人のおかげでとても素晴らしい日を迎えられました。本当にありがとう。父からの言葉にもありましたが、私たち2人はまだまだ未熟者であります。皆様にはこれからも末永くご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、今日お集まりの皆様の今後のご多幸と繁栄を記念し、私からのお礼の挨拶と返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。